ゲゲゲゲ、見てそこだな、ガッツイケッタなんだ。ゲゲゲゲ、見てそこだな、ガッツイケッタな、残念だったな。掛け金はいただくぜ。ん？なんだ兄ちゃん。おや？腕っぷし強そうだな。遊んでいかねえか。俺は人を探してるんだ。あいつに勝てば何でも教えてやるぜ。本当か？ああ、掛け金は10ドルだ。どうだ？ああ、よっしゃ、そうこなくっちゃ。兄ちゃん日本人だろ。名前は？リョウ、葉月リョウだ。葉月リョウか。よし、さあ入った入った、熱血野郎の登場だ。日本からやってきたサムライボーイ葉月リョウ。対戦者はリングを血に染めたメキシコの極悪レスラー、ヒメネス・ガルシア。さあ来いよアミーゴ、手加減しといてやるよ。頼んでない。ふん、言ってろ。ファイトの掛け声で返しだ。じゃあ行くぜ、レディーファイト。やるじゃねえか。ほら金だ。ここに行きたいんだ。ワンチャイか。ならそこの道をまっすぐ行きな。突き当たりに鳩の餌を売ってるじいさんがいる。鳩の餌？ああ、よく居眠りしてるよ。で、そのじいさんのところを左だ。あとは道なりに行けばワンチャイに行けるぜ。そうか、わかった。ありがとう。そっちこそちゃんと前を見て走ってるのか。あんた日本人だね。ああ気をつけな。この香港でもたもたしてたら引き殺されるよ。ワンチャイはどっちだ？え？ワンチャイだ。仕方ないね、ワンチャイはあっちさ。そうか。あんた名前は？リョウ。リョウ。あたいはジョイ。まあぜいぜいひったくりに気をつけな。